岡崎市立東海中学校。午前8時までの登校時間に遅れようが慌てていない一人の女子生徒。入った教室は F 組。猫になんなよ。なんとこたつで温まる生徒たち。ここは自由に学べる教室なんです。フリーとフューチャーの頭文字を取って F 組なのです。3時間目です。この子が、音楽をやっていて、奥の子が、国語です。でこちらの子が英語、理科というふうにそれぞれ、自分が必要だと思う学習をしています。実はこの F 組、不登校の生徒たちが通う学校内のフリースクールなんです。現在10人の生徒が通っています。登校時間、服装、時間割、すべてが自由。もちろん出席と認められます。家にいるような感覚とか、ソファーがあったりとか、なんかそういう感じで、いつもの普通の教室は少し違うなっていう空間作りにはなってると思います。岡崎市がおととし4月にスタートさせた校内フリースクール、現在市内8つの中学校に設置され、この東海中学は去年4月からです。この1年生の女子生徒はクラスのムードメーカーですが、 F 組に通うわけは、新しい環境とか本当にそういうところでストレスがめちゃくちゃ溜まりましたね。あんまりいい人数があんまり好きじゃない。はい。小学生の時は何ら問題なかった学校生活。しかし去年4月の中学進学で新しい環境になかなか馴染めず苦しみました。入学して1ヶ月後に担任の先生の勧めで F 組に。 F 組ってどんな感じ？気が休まるところですね。他の生徒の中には家から一歩も出られなかったところから F 組に通えるようになった人も。文科省によりますと、全国の不登校の児童生徒は8年連続で増加。おととしには19万人を超え過去最多を記録しました。さらに研究機関が去年9月全国およそ1200人の児童生徒にアンケートを取った結果、コロナ禍でストレスを感じていると答えた児童生徒は 70% に上り、学校へ行きたくないことがあったは 38% でした。そう。現在 F 組の担任は竹内翔先生、担当教科は理科。しかし必要に応じて全ての教科をフォローします。竹内先生は去年 F 組の担任を自ら希望しました。それは過去の苦い経験があってのこと。大丈夫だよとか、そういった声掛けとかももっとできてもよかったのかなとか。以前受け持ったクラスのある生徒の席がずっと空いたままになったことへの後悔です。何かしら抱えてくる子も多いですので、落ち着いてというか安心して過ごせる場所であることがまず第一。ノートに文字を書き続ける女子生徒がいます。曲の作詞用の紙って、もともとそういう音楽とかが好きなの？大好きです。4年前から書き留めているという歌詞、
日々の葛藤の中で綴った胸の内が記されています。もうどうやって笑顔を作ればいいのか分かんなくて、鏡で見ながらやってた時期が行ってもすぐになんか苦しくなっちゃったとかで、あの保健室にいたりだとか、あとはもう休んじゃったりとか、コロナでっていうのがなんかしちゃって。将来は音楽の道に進みたい、それが夢です。コロナ禍で心の負担を感じているのは大人も子どもも同様。教育現場での居場所作りは大人たちの大事な役目です。